はい、どうも、ふがくんです。さあ、本日はですね、美味しいコロッケを作ろうっていうブラウザーゲームをね、やっていきたいと思います。だいぶ前にね、このゲームやるって言ってたんですけども、ずっと放置してたので、今日やっていこうかなと思います。これね、名前は知ってるんですけども、まあ、実況とかは見たことないので、初見です。はい、進む。遊び方、ただ正しい選択肢を選んでいって美味しいコロッケを完成させよう。制限時間はないからゆっくり遊んでね。はい、わかった、スタート。ただ選択肢をつけていくだけ。なんかここだけ妙に似合う。ここだけうるさい、ちょっと待って、音量でかいわ。まずはじめに何をする？じゃがいも茹でる、さつまいも茹でる。私は自分が人間なのか蝶なのかわからなくなっていた。これかな。そもそもコロッケってなんだろう。じゃがいも料理、揚げ物料理、わかんない。これは普通にやっとこう。揚げ物料理。何これ、紙と分かりせよって。いいや、2番で、はい。揚げ物料理でしょ。私は神と和解するコロッケですか？謎すぎるんだけど意味がわからない。とりあえずじゃがいも茹でておこう。うん。お、茹でたよ。次はどうする？茹でたら、じゃがいもを投げよう。何？広場で雑談していると2階から2階。音が聞こえてきた。何今の音。我々は音の正体を確かめるために2階へと行ってみることにした。意味がわからないんだけど、どうしたのこれ。人が死んでる。何急に。坂上って誰だよ。坂上か、ちょっとやめて。こんなひどい、一体何が。何がどうなってるのか全然わかんない。ひとまず食堂に集まって、いや、どこにいるの今ここ。自分家じゃないの。食堂なんてあんの。みんな落ち着かない様子だ。当然だ、人が死んだのだ。僕は思わずこう叫んだ。スペラピッチョンとか。スペラピッチョンしとこう。スペラピッチョン。どうした。こいつら、いやー、やばい、こいつらやばいわ。犯人こいつらだ、絶対。狂気に満ちている。宴は3日3晩続き、アダブラ様が、これ誰だよ、アダブラ様って。全く意味がわからない。何このゲーム。わかった、じゃあ普通に作っていこう。うん、コロッケ作り開始。これが多分カズミなのかな、わかんないけども。とりあえずじゃがいも茹でよう。で、茹でて、じゃがいも潰すでしょ。うん、普通に美味しいコロッケを。意味がわからないんだけど。は。何これ。意味わかんねえ。なんで。もう待って、意味がわかんない。じゃがいもと対話した方がいいのかな。うん、じゃがいもくん、これからコロッケにするけどいいかなみたいな。うん、そういうことだろう。じゃがいもを、じゃがいもと話す、これ。お、なんかよく、お前喋るのか。じゃがいも潰す。まず世間話かな。うん、世間話しておこう。こうね、気を紛らわせるみたいな。最近息子がブツブツとじゃがいもに向かって一心不乱に話しかけている。じゃがいもが腐ってきたので捨てようとしたら、あ、魔王の手先と言われた。危なかったね。3日後、じゃがいもさんの妹が危ないと叫び、全裸で外へ。もうそれから3年戻っていない。意味わかんねえよ。謎すぎるよ。あ、もうちょっと対話しておこう。じゃがいもを茹でる。茹でるでしょ、まず。で、じゃがいもと話すでしょ。じゃがいもと話して、さっき世間話してたから、悩み相談をする。ちょっとね、恋愛相談でもしておこうかな。大変だ、日本語が いや普通に喋ってたじゃん、さっき。どうしたお前。急にどうした。
謎いな。じゃあ、これ多分選択肢全部やっていくと結構時間かかりそうなんだよね。じゃがいも茹でて、さっきは離して潰してないよね。潰しとくか。おう、なんか妖怪、うわ、じゃがいもがしゃべったっつって言って、俺も年貢納めた気が、いつかこうなると思っていた。さあ、ガツンとやりな。だが、一つだけ約束をしてくれないか。絶対に、絶対に立派なコロッケを、俺で立派なコロッケを作ってくれよな。うん、約束だよ、おっちゃん。え、いいじゃん。ちょ、待って。は コロッケ作るんじゃないの？食べるのか？コロッケ 立派なコロッケ作ってくれって言われたじゃん、おい。でも俺はね、じゃがいもはマヨネーズがいいかな。なんか爆発した！おっちゃん、じゃがいものおっちゃーん！潰したよ、次はどうする？さっきマヨネーズで食べたから、捨てる あ、まず塩かけて食べてみよう。はい。わい、毒吐いていたよ。おっちゃん、じゃがいものおっちゃーん！さあ、ということで、ラスト。捨ててみようか 捨てる。おまわりさんに怒られた。いや、どんだけすりつぶしてんだよ、お前 しかも死刑かよ、それで どんだけ罪重いんだよ。どんな世界だよ。じゃあ次、さつまいもやってみよう。さつまいもコロッケってある気はしなくもないような。じゃがいもコロッケなら、あ 話は変わりますけど、これは昆布つゆです。そうですね。意味がわからん 謎だ。わけわかんねえよ。あ、これ結構選択肢限られてきてくね。じゃがいもを茹でるで、やってないのどれだ？茹でて、じゃがいも潰す。投げたら終わったし、じゃがいもと離しても多分全部やったから、じゃがいも潰して、あ、これもやったな。あ、結構やってるな、じゃあ。次、じゃあ、最初は、話せばいいんだな。OK。編集をしてて気づいたんですけども、じゃがいもを茹でて、投げてゴスってなった後の選択肢、まだやってな、長かったので、それ、ちょっとやっていきます。キャー！ここですね。ここの選択肢、すっぺらピッチョンで終わったから、さっき。犯人はこの中にいる。彼の死を無駄にするな。犯人はこの中にいるにしよう。犯人はこの中にいる。私たちの中にひどい所がいるっていうの？そうだ。そんな、私はやってないわよ。俺だってやってないぜ。そこに偶然通りかかったライオンの一家。我々はなすすべもなく食べられてしまった。意味がわかんない。ライオンの家どうして偶然通りかかるんだよ。OK、もう一回やっとこう。あ、そっか。犯人が多分ライオンなのかな？よくわからんが。あ、間違えた。潰しちゃった。キャー！じゃがいも投げて、で、坂上さんが死んで、そうだね。彼の死を無駄にするな。メンチ、あ、できた できた。できたじゃん、コロッケ。でもメンチカツだな、これ。私は、ね、自分が人間なのか蝶なのか分からなくなっていた。そもそもコロッケってなんだろう。あ、そっか、さっきこれで、神と和解せよ。揚げ物料理でやったんだよね。じゃあ、じゃがいも料理にしておこう。私は神と和解するコロッケですか？あ、で、あ、そっか、さっきじゃがいもを茹でてるってやったから、結構残ってるね、まだ。神は私です。何何何何起きたの 僕ロフトに人参が苦手。あ、何？早い 早くて全然読めなかったわ。もう一回もう一回もう一回。あ、こっちから始まるのか 何さっきの 意味わかんないんだけど。じゃがいも料理から、さっきは神は私ですってやったから、私は神ですにしよう。
そんなことはどうでもいいんですけど、カレーって美味しいよね。美味しいよね。まあ、僕、ココイチのカレー好きですよ。なんか急に、エンドロールが流れてきたんだけど。これ正規ルート？そうなのか。はい。私は神と和解するコロッケですか？で、これ1、2ってやったから、じゃがいもを茹でましょう。あ、でもこれ、あ、このルートに行くんじゃない？これ、もしかして。これでじゃがいもと一回話してみよう。あ、同じだよな、これきっと。世間話、悩み相談、じゃがいも潰す。じゃがいも潰すと多分、あれになるんだよな。美味しく食べてくれ、みたいな。あ、やっぱそうだな。なるほど、ルートは多分同じなんだな。おっちゃん、じゃがいものおっちゃん！じゃがいも料理は終わったから、揚げ物料理にしよう。揚げ物料理にして、さっき何したんだ？一番最初どれ選んだっけ？忘れたから、これにしとこう。私は神です。あ、もしかしてこれもルート同じっぽいか。よし、じゃあこれでラストにしよう。3番でしょ？私は人間か蝶かわからなくなっていた。わかんない。で2番やっとくか。神は私です。あ、ロトニー、みんなの友達人参が苦手、今日も元気死んでんじゃねえか。